今売れてる人たちって本当にキラ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 してかっこいい。あ、そうだね、かっこよく見えてきますね、タイプが。でも普段からやってて損はないですし、はい、エッチの時なんかも面白いです。なるほど。元神チャンネル。おつっこのこと知りたい。じゃん。こんにちは、板垣あずさです。半田笹です。ドクターの元神です。ガヤ担当の萩原です。ではお二人読み上げお願いします。男たちよ、モテたいなら AV 男優を見習え。我々一般男性からするとですね、 AV 男優さんは非常に多くの女性経験があるんで、エッチのテクはもちろんのこと、撮影の時の女性の気遣いとか雰囲気作りがすごい上手ってイメージがあるんですね。 AV 男優さんを見習えばモテ男になるっていう噂は本当なのか、今回はレジェンドのお二人に実際に AV 男優さんってどうなの、モテオーラ出てるのっていうことをお聞きしたいと思います。ちなみに先生、最近は綺麗系の AV 男優さんのことエロメンって呼ぶらしいんです。エロメン、へー、うん、いわゆる女性向け AV に出てるような男優さんですね。ここに一覧出しましたけれども、私は元神先生がすぐに思いつく AV 男優さんってチョコボール向井さんとかシミケンさん、加藤隆さん。加藤隆はね、すごい有名ですよね。そうですよね。加藤隆です、加藤隆です、はい、お二人共演経験はこの辺の人たち結構もう新しい方ですね。若い、はいはい、AV じゃないとこで会ったことはある人何人かいるけど、ええ、共演自体はじゃあシミケンさんと加藤隆さん、 V はしてないでしょ、じゃあ隆さんは V はしてないってな、番組、あ、番組何したのかドキドキしちゃった、うん、さっちゃんは。私、しみけんさん、加藤隆さん、ムータンさん、にしどさん、月野さん、一徹さん、まあ、この人すごい人気、一徹さん、はい、全然知らないですね、最近の男優さんまでは。ゆうたさんは元ジュノンボーイのファイナリストなんですよね。細マッチョな人も多くて、なんでその時代にやらなかった今の人たちの方がなんか綺麗系が多いですよね。すぐ辞めちゃったからね、ゆうたくんは一本で辞めちゃった。あ、そうなんだ。そうなんですか。伝説感すごいじゃん、うん、今もだってネットでは結構上がってきます。はい、共演した男優さんとかでこの人ここが良かったよみたいなあります？やっぱ売れてる人たちは圧倒的に優しいですよ。必要以上に絡まないっていうルールがあったんですよね、はい、でもトゲトゲしてるわけではなく、ずっと気遣ってくれてる感っていうのはすごい伝わりますね。おはよう、久しぶりみたいなね、うんうん、そう、さらっとした感じで、スマートですね、うん、余計なことを話せず、そうそう、カメラ回った時とかは体調今日大丈夫とかこそって聞いてくれたりとか、どこまでしていいかちゃんと聞いてくれるって、こそっと聞いてくれて、答えにくい感じでは全然聞いてこないので。なるほど、なるほど、うん、あ、どこまでしていいかも聞いてくれるんだ。ジロの合図なんですけど、嫌なとこあったらすぐここポンポンってしてるとか、うん、タップなるほど、タップするんだ、うん、これは現場を止めないっていう意味からなんですけど、はいはい、でも普段でもあってもいいのかなって気がする、うんうんうん、嫌なことは言ってほしい僕は。そうそうね、最中のこのテンションが変わるのは嫌だから、そこは痛いよってなったら何かしらの合図とかがあったら、うちらも嫌なことを嫌っていうのはしんどいから、スマートにそういうのをやってくる人たちだなとは思いましたね。なるほど。あと清潔感もね、圧倒的だよね。シャワーを浴びる浴びないとかの問題じゃなくて、うん、見た目がちゃんと出る、うん、もう爪先も綺麗、綺麗、綺麗。今売れてる人たちって本当にキラ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 してます。かっこいいですよね。あ、そうだよね、かっこよく見えてきますね、タイプじゃなくても。今回こう調べてる時にさっちゃんと一徹さんのイチャラブみたいなやつを見つけて、はいはい、うんうん、スローセックスですかね。そうです。あ、ちょっと俺めっちゃやりたかった、うんうん、当時はスローセックスっていう言葉ね、あんまり皆さん聞き慣れてなかったかもしれないですけど、一徹さんなんか若く見えるのに40歳ぐらいなんですよね。先生これちょっとチェックしてみて。わかりました。多分見たことあるんじゃない、ね、まあ、見たことあるかもしれないですけど、名前と顔まだ一致しないですね。さっちゃんと一徹さんのもちょっと見てみてください、はい、わかりました。それ何年ぐらい前の作品なんですか？私がもう引退して10年なんで、多分10年11年前ぐらいです。全然今も使えます。やっぱり気遣い、清潔感、ね、スマートさ、スマートさね、スマートさっていうのはどういうところ？なんだろう、いちいちどぎまぎして聞かれるとこっちもどぎまぎしちゃうような事柄もあるじゃないですか、はいはい、お腹空いてるの一つでもいいんですけど、もうさらっとしてほしい。わざわざすごい細かく切ってこないで、そろそろご飯行くとか、お腹空いてるよねとか、あーちゃん水いるみたいなね、受け入れやすい。なるほど、あんまり構えるな、構える、いや構えるなってことね、うん、そう、構えて言われるとこっちも構えて答えを出しちゃうので。でも言い方によってあの男なんか言い方雑だよねみたいな。あー、でもどうなんだ、雑とはならないけど、ちょっとキザっぽくなる人はいそうです。なるほど。カッコつけて何言ってきてんのみたいな人はいそう。それは自分がタイプかどうかでまた変わってくるね。あるかもしれないけど。難しい難しい。でもちょっとヒントになりますね。
清潔感、スマートさ、気遣い、優しさ、全部普段からやってて損はないですし、はい、エッチの時なんかもむしろですし、なるほど、モテ要素だと思います。はい、皆さんにやるように呼びかけてあげてください。モテたいなら AV 男優を見習え。では締めお願いします。また見てくださいね。バイバイ。AV レジェンドのお二人と本上先生に感想を伺っていきたいと思います。ここだけも自信がないだけでできない人もったいないかな、うん、もったいないですよね。人生変わるぜ、自信につなげてほしいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ペニスについてのご相談お待ちしております。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。待ってます。